皆さんこんにちは。秋田県大仙市からのお知らせです。皆さんは大曲駅周辺を運行している循環バスをご存知ですか？今日は循環バスについて紹介したいと思います。では実際に花火の街のキャラクターつつどんと花ちゃんに乗り方を教えてもらいましょう。皆さんこんにちは。今日は循環バスの利用の仕方を紹介したいと思います。循環バスには2つの運行ルートがあることをご存知ですか？1つ目のルートは私の名前と同じ花ちゃんルートです。2つ目はつつどんルートです。今日は実際につつどんと一緒につつどんルートに乗ってみたいと思います。ではつつどんルートの停留所花園病院から乗ってみたいと思います。まず循環バス到着前に停留所前で待ちましょう。こんにちは花ちゃん。こんにちは運転手さん。花ちゃん、いつも循環バスを利用してくれてありがとう。次はサンクエスト、サンクエストでございます。今日はサンクエストで降りたいと思います。サンクエスト付近まで来たのでこのボタンを押しましょう。次、止まります。循環バスはどこで乗っても降りても片道200円です。運賃の支払い方については、1、現金でお支払いの場合現金200円、2、バス回数乗車券をご利用の場合200円券を1枚、3、免許返納者優遇制度をご利用の場合割引回数券1枚と現金100円、いずれかの方法でお支払いください。つつどん、循環バス楽しかったね。また一緒に乗ろうね。つつどん、循環バスの利用の仕方簡単だったから今度は一人でも乗れるね。皆さんどうでしたか？花ちゃんとつつどんとても楽しそうでしたね。たまにバスに乗ってみるのも楽しいと思います。皆さんのご利用をお待ちしております。みんな使ってね。